どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、転生進化したバラン使っていこうと思います。このキャラですね、バインド、スキブ4、封印、指延長、10強2ウェイに、超覚醒、暗闇耐性プラス、もしくは毒耐性プラス持っております。はい。まあ、ギミック耐性ももちろん強いんですが、まあ、それに合わせてね、スキブ4つもあって、火力も10強2ウェイで出せるっていうね、めちゃくちゃ優秀なキャラになっております。はい。今回はそんなバランをね、実際に使っていこうと思います。はい。まあ、このキャラもちろん覚醒もね、火力もあって優秀なんですけども、こちらスキルがですね、1ターン吸収無効ダメージ無効貫通、6解除に火光闇回復ドロップの4色陣に変化と。で、今回もちろんバラン多次元で使っていくので、吸収無効対策としてこの1ターン吸収無効スキルもぶっ刺さります。多次元は1ターン吸収無効めっちゃ強いん で、あとは変換とかでね、花火対策にも使えたりしますしね。例えば闇ゆり者の毒花火対策とかにも使えたりしますし、無効貫通スキルも持ってるめちゃめちゃ優秀なキャラになっております。何よりリーダースキルがですね、76マスで10コンボ以上でダメージを半減、闇光同時攻撃ダメージ軽減、攻撃力が18倍と。76マスリーダーとしてもこのキャラめっちゃ優秀で、序盤の耐久はもちろんのこと、火力としてもね、76マスリーダーなんでね、貢献してくれます。はい。今回はそんなバランをですね、実際にリーダーで使っていこうと思います。今日の編成紹介していきます。はい、こんな感じの編成になってます。バランリーダーの76リタチェンで回収ですね、使っていきます。はい、じゃあ、編成紹介していきましょう。バラン、暗闇耐性プラス、上限解放、そして闇代わりの時計継承です。はい、続きまして、セシリア、10コンボ強化に上限解放。そしてこちら、アバンの武器継承です。序盤の閉鎖で使っていきます。はい。そしてこちらですね、ミズアテナ、10コンボ強化に上限解放。そしてこちら、手塚装備継承です。ミズアテナ普通に進化前の方が強かったりするんですよね、実はちょっと。はい。で、続きまして、こちら、濃姫ですね。10コンボ強化にお邪魔目覚め耐性に、神キラー、そして10連ガチャダラ継承です。はい。で、続きましてこちら回収ですね、ケスナドロップ回復に天小泉継承です。最後フレンド回収ですね、遅延4に HP 強化プラス、そしてガイア装備継承って感じになっております。はい。まあ、やっぱり76リーダーとしてね、バランがめっちゃ強いんでね、76リーダー要因としてレダチェン用で使っていこうと思います。はい。やっぱり闇属性の76リーダーって少ないんでね。はい。今日はですね、実際にバランリーダーで使っていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていきましょう。まずは1階層、濃姫継承の10連、セシリア継承のアバン、水頭継承の手塚、このまま回収変身まで持っていきます。はい。で、回収変身して、まあ、とりあえずスキルダメ程度に殴っていきましょう。ベイはちゃんとね、含んであげながら殴ってあげると事故少なくていい感じになるかなと思います。はい。こんな感じでちょうど14コンボですね、これで。はい、14コンボ組んであげて軽減張りながら耐久していきます。で、3ターン耐久してあげればいい感じなんですけど、おっと、思ったより削れるな。思ったより削れるのが一番困るんですよね。でも、1階層は別に発狂もないんで、まあいいか。右側だけターゲットしておいて殴っていきます。はい。別にね、あの左側だけ残ったらスキルダムしやすいだけなんで。あのね、後半はね、後半っていうか、まあ3階層ぐらいから次元の解放があるんで、一体残した方がめちゃくちゃめんどくさいんですけど。はい、ここもしっかり14コンボ組んで殴っていきます。あと1ターンですね。あと1ターン耐久していきましょう。この水の上とか普通にめちゃくちゃ火力高いんですよね。水アテナ入ってるんで、この編成。水アテナマジで普通にね、10強7強に2ウェイ大量に持ってるから、火力化け物になっちゃって。この編成においても火力枠なんでね。副属性での火力枠はもちろんなんですけど、水の上1個含んであげるだけで、この後の大抵40によく出るので、この編成においても火力枠になっちゃう化け物になってるんですよね。さあ、OK、こんな感じで回収打っていきましょうか。ここまで回収貯めてあげて、回収って倒しましょう。水のベイを入れてあげるとマジでいい感じ、この編成。軽く42億上がるんで。水のベイの意識だけちゃんと持っておいて、はい、こんな感じで。で、今回水ベイ2個組んじゃいましたけど、水ベイマジで1個でも十分っす。特にこういう1167倍とか出てるときは余裕で乾燥します。はい、これで。セシリアが14億、アバンが18億くらいでしたね、今ので。ってなると、もう1個ぐらいウェイを組めると最高だな。今の盤面別に良かったわけじゃないんですけど。でも1100倍でこんぐらい出るなら、まあ逆に十分って言い方もできる。で、ここはセシリア打ってあげて、で、まず削ります。回収は一旦温存。セシリア打つの次のターンで良かったな。一応ちょっとウェイね、多めに組んであげて。で、思いっきりパズルミスってるんで、こっちで組みましょうか。
あ、思いっきりミスった、まだ。あぶねー。はい、15コンボ。あ、でも全体入ってるんで逆に削れると思います。うん。で、これで超根性まで持ってってあげて、あとは回収って倒していきましょう。ちなみにここね、火のペンドラ来た場合は、バラン継承のカーリー打ってあげれば OK です。で、ミストガキの場合に関しては、次の階層でカーリー打ちます。はい、じゃあここも回収使ってあげて、ツーベイカルク。あし。今日パズルミスがひどいですけども、まあでもそれでも倒せるからいいんですよ。何より全体攻撃は、普通に序盤に関しては結構マジでありで。こんな感じで確実に倒しきれるんで、全体攻撃もまあ実は1個の選択肢としてはめちゃくちゃありですね。はい。で、続きまして3階層ですね。ここ残ってるんでカーリー武器打ってあげて、まず十字だけ組んでおきましょう。十字めちゃくちゃめんどくさいんでね。はい。カーリー打って変換で、まあ多分闇光5ずつあるでしょ。ありますね。とりあえず一旦これで、はい、十字だけ消します。で、回収打ってツーベイ組んでいきましょう。ロック解除はそんな意識する必要ないかな、別に。あのね、ロック解除はね、どっちみち回収が、3ターンに1回かな、3ターンに1回ロック解除できるので、リダフレでまあ3ターン中に2回を解除できますし、それ以外のターンも基本的にセシリア打ってるターンぐらいしかね、ロック解除したい場合もないので、まあ大丈夫かなと思います。はい、これちょっと一回場面パズル、いや回収打ちましょう。もう回収打つわ。なんか下手に削りたくないから、なんか中途半端にこいつら残しちゃうとね、発狂飛んでくるんですよね。パズザラの AI って属性有利なキャラに攻撃飛んでくんで、この場合だとあれなんですよ、絶対にね光に飛んでっちゃうんですよ。なので火をターゲットしておくことで、光は闇に飛んで、水は火に飛んでいくはず。そうですね。あ、OK。で、これでいい感じに削って、で、このターンも軽く削りつつ、次のターン回収打って突破しましょう。この次敵の行動は確定で次元の解放なので、一旦こんな感じで削っておきつつ、次の回収打った際に突破狙っていきます。これだと100倍なんでね、まあ突破できないと思いますんで、一応軽くどっか削っておきましょう。はい、で、ここで突破します。はい、これで。これは絶対突破できますね、さすがに。これ倒せんかったらやばいだろ。いくらなんでも。うん。うん。OK、倒していきます。さすがにね。この火力で倒せんかったらやばい。で、4階層ですね。ここは水アテナ打ちます。水アテナ打ってあげて、スキルチェーン入れて、吸収無効対策として使えます。はい。あ、無理に初手打ちする必要もないんで。一旦軽く盤面整理していきましょうか。あれ、まずくない？やばい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 。一旦これで打っといて、回収打ちます。一旦これ、ちゃんとあれですね、削りたいですね。真ん中。これ真ん中ちゃんと削って、まあでも言うて残り1だから大丈夫か。危な。めっちゃ変に削っちゃった。真ん中だけ超根性までまず削ります。はい。で、あとは、このまま残り耐久して突破していきましょう。あきあきもうめちゃめちゃいい感じ。はい、回収打ちます。先回収打っとくべきだったな。まあ、いっか別に。そんな気にすることもないわ。はい、こんな感じ。はい、これで全力ベイ含んで突破していきます。3000倍かな、これって。2627倍か。まあ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 、さすがにこの火力だとセシリアもバランも副属性乾燥してますね。はい、で続きまして5階層デミエルは回収打ってワンパンしていきます。目覚めありがてえ。どうせ次10連武器打てるんで、ラー来たら。ここはもう全力コンボいきます。え、これはいけるっしょ。これはいける、絶対いける。うん、いけるよね。これは絶対いけるっしょ。これ倒せんかったらちょっと事件性あるよ。OK、ワンパンしていく。さあ、続きまして。
ロカイソー。あ、ホルスか。ホルスはね、ちょっとまあ、デシリアは打ちたくないんですよね。あ、間違えた。あと、10連は打ちたくないんですよ。なので、ちょっと1ターン目軽く削ります。静かに軽く。あんま削りすぎないようにします。で、こうすることで、こいつのめんどくさい行動も避けれると。これでいい感じだよね。ウェイ3つ。ウェイ3つでそんな削りすぎんやろ、いくらなんでも。あー、これ、組みすぎたわ。まあいいわ。あ、ちょっと、あー。はい、いいよ、神調整きたー、ナイス。ガチ神調整。これはガチの神調整。で、回収打ちます。水のウェイこそ組めませんけど、さすがにこれは火力十分でしょう。オッケー、申し分のない火力だと思います。さあ、これで全力コンボしていきます。これは絶対倒せると思う。2627倍、でも完璧っしょ。はい、これで倒しきっていきます。で、続きまして7階層ですね。ここも回収でワンパンしていきましょう。はい、盤面ロック入るけどもう関係ないです。回収打ちます。今日ワンパン以外見る気ないんで。あ、待って、これね、めっちゃいいわ。盤面めっちゃいい。これミスレーンは絶対 OK。 水ウェイはまあ1個で十分なんで、とにかく光と闇のウェイで軽く上げまくって、はい、2627倍、ナイス盤面。さあ、26、27、28、終わりの火力でしっかりとワンパンしていきます。最強。さあ、続きまして8階層ですね。さすがにここは回収溜まってないんで、ちょっと回収溜まるまで待ちます。はい、とかいつちょっと削るんですけどね。正味ね、ここら辺で一発投げれるのはね、逆にありがたいですね。なんか正味中途半端に削っちゃって発狂食らうとかもあんま嫌なんで。あーって思ったけど、盤面が想像以上に悪いですね。これはまあちょっと削れなさそう。ウェイさん、ウェイさえ見せなかったら14コンボは絶対組めると思うんで、ウェイだけ見せらないように14コンボ。うん、これは何の意味もないですね。これで発狂回避はむずそう。そして、しかも一番ね、来てほしくないガブリエルが来たんですよね、実は。この階層はガブリエルがダントツの外れで、こいつが来ると、回収の火力に全く関係しない水目覚めがついちゃうんですよ。こうなので、なんて言うんだろう、パーティー全体の火力がありえないぐらい落ちます。なので、こいつがダントツの外れですね。例えば、他の2体が来た場合っていうのは、火の目覚めも木の目覚めも、どちらもね、回収の闇と光の変換にね、運用できるので、そう、めちゃくちゃ便利です。で、このゴミ、あ、違います。このキャラだけは火力がどうしても出ないので、まあ、ストレスはでも高いですね、やっぱり。イライラしますね、こう。うん。なんか、うん。動画撮っててよかったな、みたいな感じですね。ねえ、いや、本当にでもガチで外れです、こいつは、本当に。今のは冗談なんですけど、でも、マジで外れです。はい。なので、一旦ちょっと、ほら、もうね、この水が全部必要ないんですよ。そう。だから、うん、そう。そうなんですよね。はい。今、クソイライラしてますね、ちなみに。こんなことで、切れてるシーンでバカなんですけど、こいつかよって。ちょっとこれでいきましょうか、じゃあ。闇と光のウェイの518倍。ちょっと倒してくれないと。うざい。よーし、じゃあなー。ただ目覚めは残り3ターン残ってるんで。ちょっと待って、HP 回復しないよ。どわーくそ楽しいや、このゲーム。一番楽しい。ここどうしようかな。カーリー武器はあと1ターンなんで溜まってないので、なのでこれ、水アテナ打っちゃいましょうか。ね。水アテナ打っちゃって、全員入れます。で、10階層10連打てばいいんで、別に。いや、もう、こいつ来てくれたら話は別よ。一気におもろいダンジョンに変わったわ。このクソゲーが。
マジでね、あのガブリエルが来た時のこのね、この回収の虚しさえぐいんですよね。あの残り2体が来たらこの編成一気に軽くぶち上がって、あいつ来た瞬間軽く一気にぶち下がるっていう、めちゃくちゃ、ね、特徴的なね、あのキャラの分別があるんですよ、あそこで。なので今回ハズレを引いたけど、なんか結果気分いいからいいわオッケー。でもなんかごちゃごちゃやってますけど、ここで結局水目覚め消えるので、もうこれで安心ですね。あとはちょっとここで回収先打ちしたい気持ちはちょっとあるんだけど、まあどうせ次10連打っているので、水だけ消しておきましょう。さっきムカついたんで、ここで水にうさばらししておきます。はい、オッケー。じゃああとは回収打って殴っていきましょう。上闇にします。上闇にして、回復をこうして、よいしょ、はいはいはい、オッケー。ああーユーコロのパズル力が悪い。これは組めたね、普通に。けどまあ言うて1100倍で余裕でぶっ倒せますので大丈夫です。これで倒していきましょう。さあ続きまして10階層、ここ10連残ってますんで、やつが来たら10連打ちますが、今回はアッサロトさんですね。あのアッサロトに関しては離脱チェンされてるんで何の問題もないです。ただ可愛い人ってだけなので、回収打って殴っていきましょう。ちなみに10連もね、これね、打っちゃっても別にいいかも。残す意味もあんまりないんで。まずい、あ無理だこれ。これちょっとミスったパズル、ずりました、すいませんでした、本当にすいませんでした。けど行け、全然行かないじゃん、こんな行かない。ムカつくから10連打とう。どうせ濃姫7ターンでしょ、すぐ溜まるやん。あれなんですよね、どっちみち使わなかったとしても、あのアモンとかに全部あれされちゃうんで、嫌がらせされちゃうんで、そんな温存するもないかなって感じなんで、はい、これで、これはさすがに超根性まで行くと思います。はい、色が多すぎるのは多すぎるで難しいんですよね。20コンボ、23コンボ。さあ、これで。OK、超根性まで持っていく。でも、こんなんパズル教室もう皆さん任してください。もうノータイムでいきますわ。ちょっと嘘つきましたね。ノータイムは無理なんですけど。ちょっと待って。ノータイムすると、これがあれしちゃうんで。あれ、どうやったんだっけ？いや、多分いけるはず。よし、いきます。ノータイムってなんだっけ？はい、もうこれはね、ルートをね、覚えたんですよそうなんですよ、あのルートを覚えまして、そうだからいけるんですよ。さあ続きまして11階層ですね。でここ、バランの、スキルが溜まってる場合ワンパンできますし、アシストが溜まってる場合はちょっとめんどくさいんですけど耐久してください。今回ちょっとねアシスト使わせれたんですけど、まあ、言っても詰むわけではないのでまあ大丈夫です。はい、こんな感じで適当に耐久していきましょう。こうやって油断してね、あの1コムとか繰り返してると負けたりするんで、ちゃんとね、注意してください。さあ、じゃあ行きましょう。ここからは、ちょっと耐久していきます。つっても、2ターン耐久するだけなんで、一瞬ですね。はい、はい、はい、はい。これで。ウェイ含みながら耐久していきます。いや、ユーコロがね、ここをね、カット編集してくれるかがわかんないんですよね。でも直撮りしてるんで、あのバカのユーコロはね、もしかしたらね、ここカットしないかもしれないから、一応喋ってますけど、本当はここカットしてほしいんですよ。なので、ちょっと一回ユーコロを信じて僕は黙るんで、じゃちょっとユーコロさんお願いします、編集。はい、編集。さあ、ということで、耐久も終わったんで、このまま倒していきましょう。とりあえず回収打ってあげて、で、攻撃力検証食らってんすよね。攻撃力検証食らってるんすよ。シラー打てないんですよ。おい。これ耐久か、まさか。これ耐久した方がいいな。待て。これガチ耐久した方がよくね。でもまあどうせ倒しちゃうからいいや。はい、これで殴っていきましょう。だってセシラー打てないからね。どっちみち次の階層でベリアル来たらセシラー打つんで、まあそっちで一緒。アモン来たらまあ待てばいいし。OK、これで倒していきます。ただまあ言うて攻撃連勝関係なく軽く高いですね。普通にベリアルぐらいなら抜けそうだけど、さあアモンと。アモンに関しては、ちょっと閉室食らうので、
ガイア武器打ちましょう。はい、ここでまずちょっと危なっ、ガイア武器打ってあげてダメージ半減貼ります。はい、で雨小泉は打つ必要ないわ、次打ちましょう。一旦ちょっとまあこんな感じで適当コンボで耐久、どうせ覚醒無効状態なんでね。で雨子は次あのバーンって消えた後に打ちます。はいはい、でここでダメージ半減張ってる状態なので特に負けることもないですし、なんならセシリアも打っておきましょうかね、攻撃力検証邪魔なんで、ワンパンしちゃったりしないかな、さすがに無理か、光にしたいなこれ、無理かなさすがに、ワンチャンはあるだろ、でもこいつ確か HP めちゃくちゃ高いよね、さすがに無理か、落ち込んで 2A 降ってきたらワンチャンとかはありそうだけど、そのレベルだね。だ一応2627倍、あー落ち込む 2A なしか、さすがに厳しそう、うわーえぐーえぐえぐええぐやば、何やってもいいキャラやん、じゃあもうえぐ、なんか忘れてるけどほんまにこいつら火力やばいな、待って待って待って、うん待って待って待って、あぶねえ、オッケー、ここは回収ないけど一応盤面最大組みます。まずはとりあえずね軽い削り、この軽い削りに意味があるんですよ、そうここでこんな感じで半分いかないように削ることによって次回収で2パンができると、お前が何してこようが2パンなんだよ、あっはっは、回収打ちます。これもうね2パン確定演出って呼んでます、この HP、こいつを2パンできるメリットは楽、それだけ、ダメージ半減してこないし発狂も食らわないし楽、それだけです。はい、なので一発目でいい感じに削ってから、あとはいきなり1167倍、一発目雑魚の振りして二発目最強ぶっ壊れチート、これで倒していきます。で続きまして14階層ですね、さあ誰が来るかなんだけど、水はもう当たりでしかないんで何も話すことはない、火が来た場合もアテナ、光が来た場合もアテナです、アテナ最強なんで、ただまあこいつはもう何も言うことないです、当たりキャラとしか言いようがないので殴っていきましょう、こいつはもうただただ当たり、本当に当たりなんだよな、はいこれでとにかくウェイ組み続けます、光ウェイ闇ウェイ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 で敵の400億 HP に殴り合っていきましょう、おれー、であとはこのまま2パンしていきます、さすがにこの HP なら突破できるっしょ、さすがに俺抜けないなんてことないっしょ、うん多分抜けなかったらどうしよう、ちょっとめっちゃ焦る、それ抜けなくて発狂食らうとかはちょっと本当にやめてほしい、普通になんか結構ショックなんだけどそんなことされたら、102倍よ、いける絶対いける絶対いける、待ってこれ勝ちいけないかも、あぶねー、倒していきます、はいボス、ガチ危なかった今、本当に危なかった本当に危なかった、今負けてた一瞬一瞬負けた、でもそれを突破してくれるのが水当てなんよね、あ違う違う違う、 バランなんよね、バランバランなわけよ、ここ突破できるのがバランだから、水当てなも火力高いけどやっぱバランのサポートあってこそなんで、76リーダーにしてくれてるバランが強いわけ、これはいろんないんじゃないかな、誰もまあいいや、はいこれでまずウェイ全力組みまくって1167倍の全力コンボ、超暗闇かかってこいや、 OK、 いやもうね超暗闇なんてね気合でどうにかなるわけ、9個もう余裕です、あそれはやめてね、何個6個、いける全然いける、光闇、はい回復、光光闇、あいっちゃむずい、いっちゃむずい、でもねこれ実は裏技があるんですよ、闇を持つことによってとあとは超暗闇全部光って状況にできるんですよね、これ裏技なくてあの普通のテクニックなんですけど、
でもこれによって、はい、しっかりと 2way 全力コンボが組めると。はい、そしてまた1167倍で水のレイ含んでたのちょっと怖いけど、まあ2パンできるでしょう。 OK、 倒していきます。さあ続きましてボス闇ユリシャですね。一番いい。あバラン溜まるじゃん。いや、まあ頑張ればいけるか。気持ちの問題てか危な、ロック解除あれしてるからあれが危なかったんだけど、まあ多分5ターン以内に半分まで持っていけばいいんでいけなくはないかなと思います。あと俺バッチミスってるね。あのバッチ本来指バッチでいいんでね。これ今気づきました、すいません。多分あの取り直してると思うんで、序盤では指バッチでお願いしますって言ってると思うんですけど、あの指バッチでお願いします。はい、 HP バッチにすると指危ないんでね。あ、でもパズル得意な人は全然 HP でいいと思います。はい、ただあんまり HP にする意味がないんですけど、まあ僕がルシファー与えれたのが HP のおかげだったんで。はい、でこっからもうウェイ全力でいきましょうか。でね、必ず今回ちょっと例外でバランが溜まっちゃうので全力火力出していくしかないんですよね。本来バランが溜まらなければもっと余裕あるんですけど、必ずあと5ターン、4ターンですね。4ターンで半分まで持っていく必要があるんで、まあ、できればもうこれで 50%、25% ぐらいは持っていきたいけど、本当に持っていってるやん。本当に持っていくの強くね。これ、濃姫打ってよくないか。濃姫打ってさ、ぶっ倒そうぜ。濃姫打っちゃって、もう、回収打って倒せるっしょ。いきまーす。いける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 、君ならできる。これマジで気持ちでいくわ。闇絶対こっち、光ここ、闇ここで回復ここに置いたら厳しいか。いや、いけるいける、絶対いける。いやいけるでしょ。いけるいけるいける、絶対いける。いや、マジ気持ちの問題。これは2600倍いってないけど気持ちではいけると思う。ナイス、オッケー、これで半分。クジャクの波動からの発狂攻撃だが、しかし、だがしかし、こちらには水アテナとバランがあると。そう。で、このバランでしっかりとロック解除プラスジンが打てるので、こんな感じで全部返せます。はい、強いぶっ壊れチート最強ですね。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。で、ここはツウェイ組んでいきましょう。ちょっとヒドロップ思ったより多いですね。ただ、まあ言っても、別にここは耐久できればいいんで、一応は。やっぱ殴りたい気持ちもあるので。はい、こんな感じかな。で、4つならちょうどいい感じの火力になるんじゃないでしょうか。230倍。 OK。 うん、まあまあまあいいでしょう。これであとは2パンですね。こっからお邪魔目覚めが降ってくるのと回復目覚めが降ってくるので、基本的にパズルはむずくなるんですけど、セシリアが1回打てるので、その1回限りのチャンスを有効活用して突破するのがおすすめ。セシリアはマジで最強なんで、セシリアを有効活用するのが大事。なんか、さっきさ、指バッチじゃないことに気づいたからあれなんだけどさ、意外と指短いね、指バッチじゃないと。なんか逆に気づかんかったわ、今まで。指短いことに。指が本来より短いよってことを意識し始めた瞬間、めっちゃ指短く感じてきたわ。はい。まあ、本来指バッチなんでね、もっと指安定しますんでね、安心してください。はい、じゃあラスト行きましょう。ここで、回収とセシリア打ちます。で、本来はこの時点で30秒なんですけど、今回24秒ですね。言っても24秒もあれば十分でしょう。さあ、どうしようか。お邪魔ドロップ利用しながらいい感じに組みたい気持ちもありますけど。いや、水にしよう。いきます。はい。はい。指長いとはいえども、ちゃんと組んでいきます。あり。うん、闇ドロップ欲しいですね。あと2個。OK、こんな感じでいいかな。はい、これで。あ、ずれてるずれてます。まずいです皆さん、まずいです。動画の締め的にもまずい。倒せないともっとまずい。さあ、25コンボどうなるんだ。ちょっと倒してくれないと本当にまずいです。ナイス。ということで、今回は回収を使って多次元の攻略動画でした。まあなんかめちゃめちゃグダグダだったけど、勝てたからいいんじゃないでしょうか。はい。
とにかくバランが強いんですよ。もう結論はここに執着するわけですね。こんなふざけてでも勝てるということはバラン最強ぶっ壊れチート、これでいいんじゃないでしょうか。ちょっとこれ以上言うとタイトル先疑われそうなんで、この辺りで終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。